青山学院大学が取り組む次世代ウェルビーイングとは、すべての人々が良好な状態で生活する社会を目指し、個人に最適なサービスを提供するために、その人から取得したデータを活用する枠組みです。次世代ウェルビーイングには3つの分野があり、それぞれ健康福祉分野、知識教育分野、技能研修分野となっています。知識教育分野では、学習者の教育効果向上のために、学習者の生態情報や動きを計測することで、学習者個人にとって最適な教材を効果的なタイミングで提供することを目的としています。また、学習者に自分の集中状態や理解度を見える化することで、学習活動の改善に役立ててもらうことも考えられています。現在進めている研究には、ウェブカメラによる無拘束生体行動計測などがあり、高性能ウェアラブル脳波計と組み合わせることで、脳活動の観点からも個々の学習者の特性を評価することが可能となります。学習者の表情、集中度、興味、理解度、理解のしやすさ等を推定することで、学習者にとって最適な教材を選ぶことが可能になるでしょう。人を集団ではなく個々人として捉え、情報技術を駆使して個々人にとって最適な状態を作り出す、これからの社会の基本的な考え方をいち早く実現するために、日夜研究を進めています。